はい、皆様お疲れ様です。井上でございます。今回はですね、こちらリリースほやほやのですね、デジモンリアライズ、新作ですね。こちらでですね、チュートリアルを終えた後、引けるですね10連プラス1ガシャを引いてですね、強力キャラクターをゲットしたいと思います。今ですね、この動画を流している間に何体かですね、デジモンが流れてると思うんですけれども、この中でですね、ちょっと出てるかわかんないんですけれども、ジオグレイモンっていうですね、デジモンがいます。非常に強そうで、なんかね、子供の頃にね、見たことがあるような記憶があるんですけれども、非常にかっこいいキャラクターになってます。これもかっこいいですね、ガオガモン。いいですね。トゲモン可愛らしいですね。これもいいですね。ちょっと僕、このゲームのですね、レアリティですか、ちょっとその辺がわからないんですけれども、あえて調べないで今回回していきたいなということで、あとキュービモンですかね。この、広告のバナーの部分の右にいるキュービモンも結構強そうなんで、このキュービモンと、先ほど言ったジオグレイモンですね、2体のどちらかが出れたらいいなということで、ガシャですね、ガシャを回していきたいと思います。早速いきましょうか。あ、これですね、これがジオグレイモンです。かっこいいですよね。それではいきます。画面をタップしてください。ポチッとな。おお、素晴らしい。え、これ1個しかない、もしかして赤。あ、バルモン。これ進化するんで、あれですね、最初からいいのじゃなくても、こう強いのに進化していくんですね、やっぱデジモンなんで。おお、こいつあんま強くなさそうだな、言っちゃ悪いけど。あ、かぶった、ガオモン。お、ちょっと色違うやつきましたよ、これ金ですね。あー、なるほどね、ミザーモン。こう、もう進化の分岐が1個しかないんだね。あー、アグモン来ましたね。アグモンを育てていくとグレイモンになって、グレイモンを育てていくとジオグレイモンになるのかな、これはね。でテントモンですね、これも懐かしい。おー、かぶったね、パルモンですね、訂正します、パルモンです。おー、ピオモンですね。最後、おー、ワームモン。あ、これが最後か、これが最後です、すいません。あ、かぶった、ワームモン。ということで、今回狙いはなかなかちょっと難しくて出ませんでしたね。デジモンがいっぱいで嬉しいねみたいな感じでエリスモンが言ってますね。これを育てていって進化させていくと、先ほどのような、こう強いデジモンが作れるんじゃないかなということで、一番の大当たりはこの下のですね、左から2番目のですね、レベル20のこのウィザーモンですかね、これが今回の一番の当たりだったと思います。いかがだったでしょうか。皆さんも、デジモンリアライズやっていますでしょうか。もしよろしければ、一度ぜひプレイしてですね、激レアデジモンをゲットして、ストーリーをサクサク進めて、イベント盛り上げていきましょう。以上、井上ゲーム&チャレンジ、本日はデジモンリアライズお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。グッバイ。よろしく。さあデジモン、私は呼んでね。
ねえねえ、やあ、かな。あ、みんな。任せといて。Thank you.